おめでとうございます、戦士ネズミ。第12回12大戦の優勝者はあなた様でございます。エブリバディクラップユーヘアズ。解毒の処置は完了しましたので、もう心配はいりません。そりゃよかった。もう帰っていいのか？いえいえ、もう少しだけお待ちください。何せ、あまりにも鮮やかな優勝でしたからね。後世へ記録として残すにあたって、いくつかインタビューをさせていただきたいのですよ。どうせ事情聴取みたいなもんだろうに。いかがでしょう？私どもに協力していただけますでしょうか？断る。そうですか。残念ですね。いかがでしょう？私どもに協力していただけますでしょうか？そうですか。残念ですね。いかがでしょう？私どもに協力して、あれ、あのネズミさん。いかがでしょう？私どもに。いかがでしょう？私どもに協力していただけますでしょうか？断る。断る選択肢を同時に100通り実行してみたが、全部失敗。しかも40回は殺されるとはね。まあ、100のうち99まで戦死した対戦中に比べれば、60% なんて、何の心配もいらないくらいの生存率だけどな。いかがでしょう？私どもに協力していただけますでしょうか？で、何が聞きたいんだ？確率的確定。まずは、あなた様の対戦中の行動を解説を交えて教えていただきたいのでございます。何分戦士ネズミ、あなた様の行動は、その外側からではいかなる手段で観測しても解析評価ができるものではありませんからね。別にそんな変わったことはしてないよ。抵抗しても無駄みたいだな。確定。別にそんな変わったことはしてないよ。ほう、と言いますと？いつも通りいつもの方法で100の戦術を同時に実行しただけだ。干渉力ハンドレッドクリック、そのうちの一つがたまたま生き残れたってだけ。運が良かっただけだ。なるほどなるほど。どんな優れた選手でも、英雄であろうと天才であろうと、あるいは死体であろうと、一度に取れる行動は一つだけ。右を向きながら左を向くことはできない。しかしあなた様にはそれができるというわけですな。まあそんな感じ。今回の十二大戦は終わってみればあなた様が圧勝だったということですか？簡単に言ってくれるぜ。100の戦術を同時に遂行するのがどれだけ大変だと思ってるんだ。すげえ眠いっつーの。